はい、今回の動画はですね、箱根登山鉄道3000型アレグラ号のプラレールを開封したいと思います。なので今回はね、金槌で一気にこの箱をね、叩き割りたいと思います。では、一気に叩き割ります。はい、というわけでね、まあ、一瞬で箱を叩き割りました。こんな感じですね。はい、というわけでね、こんな感じですね。窓がちょっと水色なのがダサいですね。まあ、側面もね、水色ですね。まあね、ちゃんとね、つま面の方もね、まあ、こういう感じで塗装されてたりね、まあ、してるんでね、そういうとこはリアルだと思いますけどね。まあ、ちょっと窓の色が残念かなって感じです。まあ、あとね、クーラーとかパンタグラフの方はね、まあ、かなりリアルに再現できてると思いますね。まあ、一応これ新メカボックスみたいですね。側面はですね、銀シールが貼られてるようですね。箱根登山鉄道3001と書かれています。後尾車の方は、箱根登山鉄道3002と書かれています。最後は走行動画をやって終わりたいと思います。本日も登山電車をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は強羅行きです。強羅までの所要時間はおよそ40分です。車内は禁煙です。おタバコはご遠慮ください。優先席付近では携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。お客様のご理解とご協力をお願いいたします。まもなく大平台、大平台です。降りの際はお足元にご注意ください。お出口は右側です。次は保土ヶ谷です。この電車には優先席があります。優先席を必要とされるお客様がいらっしゃいましたら、席をお譲りください。お客様のご協力をお願いいたします。The next station is 保土ヶ谷。We are crossing the tail call. Please offer seats to those who